まずはじめに紹介していくのはキングスことキングスライムです。ロンガテセオ周辺やペスカニ周辺、マウントスノー周辺に出現し、必要熟練度は4、加入率は64分の1となっています。ステータスですが、成長が遅い関係から通常プレイでのクリアレベル帯の経験値でいくとかなり貧弱なステータスに見えます。なのでクリア前で活躍させようと思うとかなりしっかりとした育成が必要になってきますね。もしある程度前線で活躍させようと思ったら、まあ、レベル40くらいまでは持っていきたいところです。ということでレベル40時のステータスがこちら。身の守り以外は全体的に高水準でまとまっており、しっかりと育てれば終盤でも十二分に活躍してくれる性能です。前作ドラクエ5とは違い、レベル上限が99まで引き上げられたことにより、最後まで安定して活躍させられるようになりました。炎の爪や奇跡の剣が装備できるようになったので、物理攻撃にも期待できることから、バトルマスター、パラディンはもちろんのこと、最終的には山彦の帽子も装備できるため、魔法戦士でメラゾーマを覚えさせて、山彦メラゾーマで火力を取っていくこともできれば、賢者で攻撃、回復、蘇生を使ってパーティーの柱になることも可能です。自力習得でザオリコを覚えるので、物理方面に寄せたとしても、緊急時の蘇生を任せられるという意味では、ドランゴと似たような強みになっていると言えますね。弱耐性にメジャー属性が多く含まれていることから、ある程度の耐久性にも期待できます。圧倒的な完璧耐性マンが多かったドラクエ5と比較して、ドラクエ6では耐性優秀マンが少なく、弱耐性でもありがたいっていう感じなんですよね。やっぱりネックなのがレベルの上がりにくさで、少しでも早く加入させてあげたいところなんですが、出会えるのはペスカニやロンガデソだったりと物語の後半。水門を開けた後でなければ出会えないと思われがちなんですが、実は意外な早期加入方法が存在しているため、その方法も紹介しておきます。というのも、このモンスター実はエンカウント漏れによって本来登場しないはずの地域に出現します。それがこちら。これはダーマ神殿の南側で、この1マスでのみ本来とは別のエンカウントが発生します。これによって実質的には転職可能直後から仲間加入を行うことができるというわけです。ただ当然、この時期に登場するモンスターとは桁違いの強さを持つモンスターが出現するわけですので、その点は注意してください。ということで、しっかりとした育成が求められるものの、非常に高いポテンシャルを秘めた優秀モンスターなので、ぜひとも仲間にしてあげてください。次に紹介していくのは、トビーことボストロール。天魔の塔に出現し、必要熟練度は5、加入率は16分の1となっています。ステータスはこちら。見かけ通りのパワー自信2期で、HP や力が大きく成長していきます。対して素早さや身の守りが低いため、完全なる脳筋タイプのモンスターとなっていますね。覚えるものも怪力だからこそのものが多いかと思いきや、地割れや岩石落としなど、実は力の数値に依存していないものも多く、高い力を生かすのであれば、物理職に就く必要がありますね。耐性はというと、漏れなく残念です。ダメージ関連の耐性の残念さは当然ながら、状態異常にも弱く、脆さという部分がこのキャラの大きな弱点と言えるでしょう。ただその分、膨大な HP を持っていることと、仁王立ちを自力習得できる点を生かし、はぐれメタル色で壁役になるっていうのは結構おすすめ。これであれば耐性面もカバーできます。次に紹介していくのは、ロビン2ことキラーマシン2です。天魔の塔の5回以上に出現し、必要熟練度は7、加入率は64分の1となっています。狭間の世界に出現するキラーマシン2は仲間にならないので、その点は注意してください。ロビンといえば、前作ドラケイ5の最強モンスターの一体。それがついに2となって登場。その性能に期待がかかります。ということで、早速ステータスから見ていきましょう。キングスライム同様、経験値テーブル的にレベルが上がりにくいため、一般的なクリアレベル帯の経験値で見ると少し控えめなレベルのステータスに見えますね。ただそれでも他のモンスターに遅れを取っているというほどではなく、十分戦っていけるパワーを持っているでしょう。特に身の守りの高さがポイントで、メタリックなボディは飾りではないという部分が伝わってきますね。
少し頑張って30までレベルを上げればエース確定の性能に。そしてさらにこのモンスター実はとんでもない特性を持っています。それが AI 行動時 50% の確率で2回行動というものです。命令させずに戦うで行動させた場合、2回に1回の割合で2回行動を行います。これにより強力な全体攻撃を1ターンで2回行うことができ、殲滅力そして単体火力ともにトップクラスのモンスターとなっています。そして耐性面、こちらも本当に優秀です。多くの攻撃に弱耐性以上を持っていて、炎吹雪に強耐性を持っているっていうところも優秀。隠しダンジョンで使い手の多いバギ系を無効と本作に登場する仲間モンスターの中ではトップクラスの優秀さです。ロビン2の戦い方のおすすめですが、やはりドラゴン色につかせて2連ブレスで敵をなぎ払う動きが強力。 AI 戦闘でのみ2回行動が発生するので、 AI と相性の悪いグランドクロスなどの余計な技はあえて覚えさせない方が得策です。ということで、最強クラスのアタッカー性能と高い身の守り、優秀な耐性による防御面の硬さが光る本作最強クラスの仲間モンスターでした。ちなみに余談なんですが、ロビン2という名前、ドラクエ6では名前入力で数字が使えないので、一度名前を変更すると二度とロビン2という名前に戻せないので注意してください。次に解説していくのはハグリンことハグレメタルです。アモール西の祠周辺やザクソン村周辺、天魔の塔などに出現します。前作に引き続き登場の鉄壁要塞スライム、メタル系の特徴である HP の低さと引き換えに驚異的な硬さが魅力となっています。といった感じで防御面がピックアップされがちなモンスターなんですが、実は習得特技も魅力的。マダンテとビッグバンを覚えるっていうところが実はポイントなんですよね。 HP の低さははぐれメタル色のマスター特典で HP プラス100っていうのがあるので、そこでカバーしてもいいんですが、単純にパラディンのマスター特典の HP プラス20でも結構有用、かつバランスの良さで言えばこっちに軍配が上がります。耐性ももちろん優秀で多くの攻撃を無効化してくれます。ただし麻痺には完全耐性を持っておらず、一定確率で焼けつく息なので行動不能にさせられる可能性がある点には注意してください。その他にも無属性規定ダメージを与えてくるおぞましい雄たけびなどは防御を貫通して直接的にダメージを与えてくるので、ハグリンの低い HP だとワンパンされるため、こちらにも注意しなければなりません。とはいえ基本的にはやられることはないと思うので、もし運よく仲間にできた場合には様々な職業で活躍させることができるかと思います。前作と違って毒針疾風突きや魔人斬りなど狩る手段が増えたので、ドラクエ5よりは仲間にしやすくなったかなという印象ですね。今回全モンスター解説の鳥を飾るモンスターはカダブーことランプの魔王です。クリア後の隠しダンジョンに出現し、必要熟練度は8、加入率は256分の1となっています。ドラクエ6には数々の優秀なキャラやモンスターが登場し、それぞれの分野でのエリートたちがしのぎを削っているわけなんですが、そんなこともこのカダブーの前では無意味。なぜならこのモンスター全ての頂点に立つ存在といっても過言ではないからです。まずはステータス。いつもはクリアレベル帯の経験値を参考にステータスを紹介していますが、カダブーに関してはクリア後にしか仲間にならないので最大レベル時のステータスをご紹介します。最大レベルまで育成するとかっこよさ以外のステータスがカンストします。ここまでの成長率を誇るのは全キャラ中このカダブーだけ。そしてさらに驚きの特性を保有しており、 AI 行動時、つまり命令させずに行動した時、確定で2回行動します。ロビン2は 50% で2回行動だったんですが、カダブーに至っては確定で2回行動というとんでもない個性を持っているんですね。しかも山彦の帽子も装備可能なので、効果力連続呪文 ×2 回行動という圧倒的破壊力を持ち、加えて職業では覚えられないベホマズンを自力習得と、もはやこのモンスター一体で全て片付いてしまう最強の性能となっています。レベルが上がれば疾風突きでメタルキングの装甲も貫通でき、潤沢な MP からビッグバンやギガデインを連発とやりたい放題です。耐性ももちろん優秀で、様々な攻撃状態以上に耐性を持っています。ここまで圧倒的な力を見せつけるカザブーですが、
その強さゆえにレベルアップまでに必要な経験値が膨大で、そもそも仲間にすること自体が大変なのに、そこから最強に育てようと思うとさらなる時間が求められます。そうやって長い時間をかけて育てきる頃には戦う相手がおらず、ただそこに最強殺戮兵器がたたつむだけといったことになりますね。まあこれはカダブーに限らず歴代ドラケあるあるなんで、まあ、ある意味仕方ないといえば仕方ないでしょう。まさにスーパーファミコン版ドラケ6の終着点とも言える存在、最後のやり込みとしてぜひ仲間にしてみてください。はい、ということでドラケ6の全ての仲間モンスターを解説していきました。リメイク版では回避されてしまった要素なんですが、もしスーパーファミコン版を再度やる機会があれば、ぜひ今回紹介したモンスターたちで冒険してもらえればと思います。それでは今回はここまで。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。